僕は人間関係にあるっていう風に思っています。例えばなんですけども、結構ツンツンしてて口数が少なくて無表情で結構こう指示を出してくるような上司には結論から入りましょうとか、逆に皆さんこんにちは、教育係ヤンと申します。動画のコメントでこんな質問があったんでちょっと読み上げますね。塾講師の経験が全くないんですが、今度塾の正社員になります。何かやっておくべきことありますか？ああなるほどと。まだあと1ヶ月半ありますからね、やれることまだまだたくさんあると思うんですけど、これね、古くから僕の動画を見ている方もう何度も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 それ聞いたわと思うかもしれないんですが、本当にごめんなさい。これをやってください。コーチングです。コーチングに限るです。すべての悩み、すべての失敗の原因ってのは僕は人間関係にあるっていうふうに思っています。連携がうまく取れなかったから、折衷案がまとまんなかったから、喧嘩をしたから、意思疎通が図られてなかったから、何かが起きた。人間関係が全てだと思ってるんです。なので人間関係を円滑にするための方法何がありますかっていうと、いろんな心理学の本が出てますが、こういうタイプはこういう風ですよとしか書いてなくて、こういう風にしましょうとまでは書いてないことが多い。だからふーんって知識だけ得られてもアウトプットができないことが多いんです。で、人間関係ってのはアウトプットをしてなんぼだから、やっぱりコーチングってのはね、やっぱりインプットもするんだけどアウトプットも必ずするんですよ。このタイプにはこう接しましょうね、こういう言い方をしましょうねってちゃんと書いてあるから、あ、この人はこのタイプだからこうやって返せばいいんだなっていう風に実践できるわけ。例えばなんですけども、結構ツンツンしてて口数が少なくて無表情で結構こう指示を出してくるような上司には結論から入りましょうとか、逆に自己主張が少なくて無口であんまり何も言ってこない人には筋道立てて1から10まで順番通りに説明しましょうとか、あとこう元気いっぱいで表情も明るくて自己主張も強い人には夢を掲げて一緒に頑張りましょうとか、そういうね、いろんな方法があるんですよ。見抜き方と方法論、どうやってやったらいいか載ってるんで、それを見てほしいんですよね。今の言ったのはものすごく一部だから、全部載ってる動画あるんでそっちを見てくれるといいのかなっていうふうに思います。そうすると相手に喜ばれたりスムーズにいったりして、人間関係も良くなっていいことが起きましたねっていうふうにこうまとまっていくわけなんですよ。だからもうね、耳にタコができるぐらい聞いたって人いると思うんだけど、もう一回コーチングの動画をね見てほしいなっていうふうに僕は思っております。で、コーチングの動画は講義形式でやってるものなんですけど、僕が面談動画として出してるものがそのコーチングを使ったやつであるので、それも一緒に見てくれるといいのかなっていうふうに思っています。概要欄に貼ってありますんで、全部見てくれればある程度のことは学べるんじゃないかなというふうに思うんで、今学んでる方ももう一回見直してもいいと思います。生徒によって言ってますよね、基礎が大事だとか、ちゃんと何回見直しなさいみたいな言ってますね。それと同じです。なのでできてると思ってる方ももう一回見直すと新しい発見があるかもしれないし、まだ全然やってない人はこんないいものがあるのかっていうふうに驚いてくれると思うので、ぜひコーチングを見て、4パターンと1個まとめるやつがあるので、それ見ていただいて活かした面談動画のやつを見てくれると結構いいんじゃないかなと思います。1ヶ月半あれば絶対できますから。この動画はこの本が元になってますっていう風に書いてありますから、本を買っていただくっていうこともできると思うんで、その辺やってくれるといいのかなっていう風に思います。はい、では参考になりましたから、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。